おかえり、イリナ。ただいま、レフ。同志レフレプス、正式な候補生に再昇格とする。宇宙に行けるかと思うとワクワクするだろ。歴史に残るのは宇宙飛行士第1号だけだ。それ以降は名前も残せない。約束したんだ。勘違いしないでよ。他の人間に負けてほしくないだけだから。俺は空を飛ぶ。このつまらない世界に革命を起こしたいっていうのは本当？吸血鬼イリナ・ルミネスク、この子はそのための武器になり得るんじゃないの？私この街を離れるわ。送別会とかはいらない。だけど応援ならしてあげる。夜のピクニックだ。ホロデーツじゃないか。まあいいわよ。レフが宇宙飛行士に選ばれたとしても、その時私は同じ場所にいないだろうから。私って役に立ってるんだよね。祖国のために人生を投げ打ち、大切な人を犠牲にするという選択を迫られることもあるだろう。上の決定を待たず勝手に行動されては困る。レフ、イリナちゃん、しっかり見張っていろ。宇宙への道を切り開いたあなたに、できないなんて言葉は似合わない。レフさんに会いたくないんですか？会いたい。会って話したい。史上初の宇宙飛行士になる人とは絶対に必要なものなら分かります。命を懸けてでも宇宙を飛びたいという気持ちです。